石室の開口部、谷口山古墳は、栃木県宇都宮市長岡町に存在する、円墳である。谷口山古墳は、直径約29メートル、高さ3.6メートルの円墳と推定されている。幅約0.5から1.1メートル、深さ約0.6メートルの修行が確認されている。駐車場の建設工事中に発見されたという経緯があるため、 紛糾はかなり作兵されている。横穴式石室を伴っており、発見当時は未開口であったことから出土した遺骨や副葬品は埋葬当時の形態を保持していたと考えられており、これを伺い知る貴重な古墳とされる。2021年現在は石室が開口した状態で公開されている。主な出土品は以下の通り、これらの出土品から築造年代は 古墳時代後期の6世紀後半と考えられている。1991年2月下旬、インマヌエル宇都宮キリスト教会の駐車場の整備、工事中に発見された。古墳発見の法を受けた宇都宮市教育委員会文化課は、墳休、石室の調査を決定、2月25日の墳休測量を皮切りに調査を開始した。四月十二日から五月十五日の調査中断を、 ハサミ、6月1日には、現地説明会を開催、7月8日に調査を終了した。駐車場となる予定であったが、知見者の理解、協力を得て保存することになった。発見した知見者は、立派さに感動しましたと、広報を宇都宮に寄稿している。専門家による、出土品の鑑定を経て、同年11月27日に、宇都宮市指定文化財に指定された。 横穴式石室が未到屈かつ良好で、遺物の残存状況も良かったことから指定に至った。谷口山古墳は、宇都宮市北部の宇都宮丘陵の南部、戸祭山の北側の田川西岸に立地する。周辺には、東墳をはじめ、都西大塚古墳や北山古墳群、河原塚古墳群、長岡百血古墳などの古代古墳群、また、奈良時代の遺跡である。 水道産画用跡などの古代遺跡が数多く認められており、豊里真ほろばの道が整備されている。ありがとうございます。